小金井勝は日本の俳優である。本名柏井勝新パ、新国劇を経て、サイレント映画の剣劇俳優に転校、立ち回りの上手さに定評があった。1902年5月25日、大阪府大阪市西区に生まれる。同志道区内の旧姓、大阪府立市岡中学校に進学したが、 満13歳を迎える1915年、満州を巡業していた新派の赤松武雄が率いる一座に参加、初舞台を踏んだ。帰国後、1917年に沢田昌二郎らが設立した新国劇に参加し、同劇団の中堅俳優に成長する。その後、中田正三、井川八郎らと共に脱退し、中田正三らの新生劇等に参加、 1926年に山口俊夫らが大阪で結成した新調座にも参加した。万25歳となった1927年10月、牧野正造が主催する京都の牧野プロダクションに入社、映画俳優に転校する。同年12月31日に公開された同社の正月映画、画展、漢字に出演、その時の演技が認められ、 直ちに準主役級に抜擢される。1928年8月30日9月13日に公開された主演作旗本五人男前後編でこの村大吉1929年2月1日に公開された水戸黄門東海道編で演じた佐々木助三郎が当初の当たり役であった。同年7月25日牧の肖像が亡くなり、 同年9月に、牧野正弘を核とした、新体制が発表になると、小金井は、嵐寒、冠三郎、荒木忍、南光明、根岸東一郎、谷崎重郎、坂東三右衛門、市川米十郎、東郷久吉、市川畑也、実川露眼、桂武夫、市川新三津村博士、沢田慶之助、河津清三郎、五味国を、 岡村吉浦と共に、俳優部団優に名を連ねた。同年11月15日に公開された、浪人街、第3話疲れた人々に出演、先坂十字兵衛というニヒルな浪人を演じて、天下一品と評され、実力が花開く。この持ち味を生かした役として、1930年12月5日に公開された、ハレンチゲド九1931年2月に、 新体制発表後に入社した四代目、沢村邦太郎と共に、後期牧野の看板役者として、同社を支えたが、その後、新体制下の牧野プロダクションは、財政が悪化し、同年同年4月以降、制作が停止する。同年4月3日に公開された、片手無念流前編に主演したのを最後に、小金井は同社を退社する。同年、 東京の巣鴨の河合徳三郎が主催する河合映画制作者に監督のネギシ一郎と共に移籍した。この移籍に伴い、小金井が暴漢に襲われる事件が起き、松村光を松尾文虎が目撃しているという。同社は、牧野でのネギシ、小金井コンビの最終作の続編を制作、主演作、片手無念流第2編及び片手無念流完結編は、 それぞれ同年7月15日31日に公開された。同年12月4日に公開された、またたび人儀に主演したのを最後に、わずか半年で同社を退社した。翌1932年、京都に戻り、東亜キネマの制作代行会社として新設された、東活映画社に入社、同年8月7日に公開された、鳥越役座道場に主演したが、 同社は同年10月に解散したため、新興キネマに移籍している。同社でもスター俳優の地位は揺るがず、多くの映画に、主演、1933年5月25日に、公開された、吉川栄治原作による、主演作、叫ぶ来鳥」で演じた、あざとも役では、得意な性格描写を見せたといい、1934年2月15日に、 公開された白井京次原作による主演作、伊達事変で演じた原田海役では従来の原田海像を革新したと評された。新興キネマと配給提携していた嵐勘十郎プロダクションの作品に2作出演した1935年、映画界を退く。その後は舞台に戻り、1939年12月、三遊劇場でバンドを太郎。 小野松太郎のそれぞれの一座と合同公演を行った記録が残っている。翌1940年1月、同劇場で同じく三座合同公演の際、演目の一つとして、本名の柏井勝名義で執筆した戯曲、赤義市伝、血の三平を上演している。1941年8月には、辻野良一の一座に加入し、同月の花月劇場では、これぞ、 男の道、浜の佐太郎に助演している。同年11月には、同一座の花月劇場での公演で、晴れ晴れ、また八、同月後半には同じく、霊明絵巻、翌12月には、三音下憲法に助演した。第二次世界大戦終結後、再び映画に出演を始めている。1955年、東映京都撮影所が制作し、 同年6月13日に公開された、八太郎笠さにおける、新道英太郎が演じた、第8の用心棒、飛び、島権十郎を役であった。日本映画データベースによれば、同年2月27日に公開された、チやリ富士に、火薬人千村役で出演したとしているが、東京国立近代美術館、フィルムセンターによれば、同センターが所蔵する同作の上映用プリントに、 記された同役を演じた俳優は小金井治であり、小金井マサルの名は見当たらない。満54歳となった翌1956年11月14日に公開されたクラマテング白馬の密使に出演したのを最後に、以降の出演記録は見当たらず、以降の消息も不明である。没年不詳。クレジットはすべて出演である。公開日の右側には役名、及び 東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。すべて制作は、薪のプロダクションを出撮影所、配給は、薪のプロダクション。 すべてサイレント映画である。すべて制作、配給は、可愛い映画制作者、すべてサイレント映画である。制作は、東活映画社、配給は、東和キネマ、すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作、配給は、新興キネマ、すべてサイレント映画である。月型半平タ公開時のチラシ、小金井勝の名が確認できる。 特筆以外すべて制作は、新興キネマ、京都撮影所、配給は、新興キネマ、特筆以外はすべてサイレント映画である。すべて制作は、東映京都撮影所、配給は、東映、すべてトーキーである。ありがとうございます。